横断歩道の手前で止まって、まずサイン。だらん。はい、またまたやってまいりました。おうちで学ぼう交通安全。私はまずっかりおなじみな横断歩道のしもしもお姉さんでーす。さあ、今回訪問いたしましたのはこちら、福島県は須賀川市にありますところの大東子供園なんですね。まばけ、こんにちは。あ、みんな、こんにちは。僕は魔法幼稚園のまもるあたるだよ。いやー、冬の福島、なかなか寒かったぞ。じゃあ、その様子を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。さてさて、改めまして、今回お邪魔パジャマをいたしましたのは、福島県須賀川市の大東こども園のですね。そう、今回はなんと、久々の午前中2回公演のですね。さてさて、どうなりますことやら。それでは早速、今回のスケジュールをご紹介してまいりましょう。2回公演ということで、こんな感じのキューとした内容となっておりんす。当日朝7時45分、幼稚園入り。今回も前日に準備させていただけたので、楽勝っす。といったわけで、朝はもろもろの確認とちょこっとリハーサル。なんだね。そうこうしてる間に9時20分、先生と一緒に演じ入場。1回目の公演は年少さん、タンポポ組15名、菜の花組15名のお友達と先生たちが参加してくれたんだね。年少さんず、しっかりお勉強できるかなとか言ってる間に9時30分になりました。ママはと1回目スターティー。車やバイクがドピュービュー、道路はとても危ない、たとえ呪文となる。まずは大東こども園の須田美恵子園長先生のお話だぞ。このキレッキレのオープニング、大バリの迫力に小さいみのキョトーンとしてますね。ある意味大人げない本気のダンス、ちょっと空気読んだ方がいいかもしんないね。あれ、ババくん、出たで、僕はワンパク演じてか、うわーから人間の街に渡米されちゃうんだけどな。てな感じで、小さいお友達向けに内容をちょっとだけ書いてるんだよね。そう、無理やり理解させよーっていうより、信号機とか車とか横断歩道のしましまお姉さんとか、道路にはいろんなものがあるんだなーって感じでいいんじゃないかなーとしましたお姉さんは思います。ホーキーを使って赤をどっちかのゲームでエキサイティー。そして小さいお友達にも分かりやすいことは間違いです。な、3つのお約束。やったー、これならみんな絶対忘れないね。おやおや、先生とみんなからのお礼のご挨拶。よし、そしたらみんな揃って決まったところで記念写真を撮るんだね。さあ、ミュージカル見終わった年少さんのみんな、来年は一つ大きくなったところで、まずサイン。また会えるといいな。さてさて、現場に戻りますと、次の2回目の公演準備。からの10時35分、園児入場。かと思ったら、お教室までお出迎えするぞ。2回目の公演は、年中さん、レンゲ組16名、スミレ組16名、年長さん、ひまわり組15名、桜組15名のお友達と先生たちが参加してくれるんだね。よっしゃ、張り切って、10時55分になりました。まもあた2回目、ストーティー。再び須田美恵子園長先生登場。始まりのお話を聞くぞ。さすが1年違うだけでこの違い。2回目は少し大人の皆さんということで登壇実技があるんですね。
まずは信号機のない横断歩道を渡るんだったね。上手に渡りきることができました。さすが代表さん。お席のみんなも一緒になってサインしてくれてるんだね。続いては信号機のある横断歩道を渡りますよ。おい、渡りきりました。小学生になって一人でもきちんと横断歩道渡れるようになったかな。手前で止まってまずサイン、忘れちゃダメだぞ。守る渡るくんは魔法の国からいつもみんなのことを見守ってるよ。みんな大好き交通安全クイズ、マモくんがみんなに問題出しちゃうんだね。ママくん、僕だって少しは成長するんだもんね。だもうママくん、ほんなら塚川名物熊たっぱんでも飛べいくびてなわけで、ステージでは華麗なエンディングのダンス、コロの先生の音頭でもってお礼のご挨拶、みんな声を揃えて、嬉しいな。そしてみんなの思い出に残るように記念写真を撮るぞ。なんだけど、実はこの時すでに給食のお時間が迫ってたんですね。やっべ、急がなくっちゃ。それでも大東子供園のお友達はご飯の時間も忘れてマモ子に夢中になってくれてました。さあ、久々の2回公演、無事終了。振り返ればあっという間でした。まあ、といっても元気な子供たちの笑顔が一番。みんなが交通安全しっかり守って大きくなってくれたら、それだけでしましまお姉さんは嬉しいです。大東子供園のみんな、どうもありがとう。忘れないでね。どうだった、しましまお姉さん。久々の2回公演、すっかり盛り上がって楽しかったな。いやー、それにしてもよかったよかった。さてさて、そろそろおしまいの時間が近づいてまいりました。本日の動画はいかがだったでしょうか。次回の魔法エンジン守る渡る、お楽しみに。それではまた、お邪魔ぽー邪魔。